まあ、俺は準決勝前に親指を骨折してな、ドギッとこう、半身に入って、だからもうここも折れてて、だから、意味入る決勝の時はもう左一本でやってて、でもこれが逆に頑張る、例えばな、左方向折れてました、やったら立てて、右しか打てませんっていう状況だったら立てへんから、何がちょっと左ってのは前の手やな、で、これが先に敵に当たる手や、ここの使い方一つで、やっぱりボクシングの進め方、攻め方、ディフェンスもそうやわ含めて全部、まあ、左が一番最初やん、まあ、オフノックスやからな、サウスポーって右やん、だけど、だから俺もこっちが俺ったら多分サウスポーでやったわ、これ右くりな、こうやってっていうぐらい、前のペースの大事やで、まあ、リドの場合はまだ全然経験値がないから大事やだから前のペースの練習っていうのをまたしてやる、まあ、とりあえず、軽くでいいから増せやはい、その音響さんでいいから最後回すでしょ、一番いけてるいけてる、リズム取って そう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 、足止めたら負けるで、よし、いいよいいよ、リズム取れてる取れてる、おお、ナイス、はいナイス、リズム取って、同じリズムばっかりちゃうよ、手出す手出す手出す、はい先手、そこからバックステップもできるぞ、右上げとかな、相手くんねんで、こっちに踏み込んで、まっすぐ踏み込んで、バンと、もう一回、バンと、ああ、ずれてる、ちゃんと、ああいう準備するときに、あのガードしろ、今も、打ってみ、打ったときに、ずれてるやん、こうやって、そうやろ、なって、構えて、で、伸ばして、で、そのまま、さてけん、そのまま。この状態で下ろしてくる、こうなるよ、こうなるな、これを曲げる、そう、ここの位置、ここの位置、はい、この位置、そのまま、それでターニングせえ、ターニング、で、今のグリッドのターニング振ってみ、こうやってんのよ、上がる、そう、こうやってんの、極端に言ったら、でも、俺のターニングは曲げてみ、こうやって体に近い、前のは叩こうっていう気持ちが強すぎて肘がどこから離れてるから女やん、それはお前もっと踏み込んで打たれたら受けれへんやろ、ちゃんと体で受けんねん、パーリングは体で受けんねん、それができてたらまず一つ相打ちなった時にパンチ当たってる、でも自分のパンチはここから当たるんねん、相手のパンチが隙間から、で、なんでかってここ空いてるから、おう、オーバーリングするし、ぐらぐらい、ここでどこで止めてんねん、グッと、ここどこで止めよう、グッと、これバーリング、バーリング、もう一回バーリング、ジャブと、フィジー、空いてる、指示を指定にしてバーリング、なんか、そう、はい、なんか、そう。ちゃんと、そう、ブロックする、はい、ブロック、そう、
顎引け、顎、顎、そう、顎引く、そう、それ合わせる、そう、これでいいんだ、どういうこと、まずそれが一つ、大事だな、相打ち、これも一つのパンチ、前、前、前、一回相打ちしたら、相打ちした、はい、打ちして、相打ちした、これで終わりちゃうよ、いいよ、下、そう、もっと、そう、下、入る、グッと踏み込んで、そこから、浮く、バーンと、っていうふうに潰れていって、相打ちから次、次、次、回る、相打ちした、負けた、相打ちした、はい、次、次、プレッシャーかける、前、前、前、はい、あと、もう一個、無駄な動きが多い、とにかく多い、な、で、この、なんで俺のパンチが当たるの、俺のパンチが当たらない。まあ、距離、リーチの長さ、前も言ったけど、リーチの長さ関係ないって言ったな、リーチの長さ、どんだけ、あ、まあ、あ、右と左であれやけど、数ミリ、数センチだ、なんで俺のが当たって、前が当たらへん、同時に言ったとき、なんで俺のが速いから、俺が速いから、違う、上手に勝たない、この分も使ってるし、例えば当てるパンチ。当てへんパンチは、スタッフ、はい、では、転生、スタッフ、当てるパンチは、お父さんだったのよ、伸びるやろ、距離違うよ、今普通のジャブ、普通のジャブ、ああ、いいんせよ、普通のジャブ、当てるジャブ、ダメだ、グッと伸びるやろ、距離が、その距離感だっていう、スピードも、おっさんの方が遅いに決まってるやん、お前お前そうやったらお前は速いに決まってる、あれ速く見えるかって体感、あとこれも教えたけど構えてここ狙うねん、ジャブ、そう、それができてない、もう当てよう当てよう思うから全部ここや、簡単、俺からしてみたらリードとまっすぐの時ずっとここに裏を置いといたらもらわへん、お前は下行ったらそう、グローブ動かすし、左行ったらグローブ動かすし、反対に当てそれが動かされすぎる、動かされたと思ったら、じゃあ針にな、ペイント引っかかったと思ったらどうすんの、じゃあ、打て、ペイントね、引っかかったと思ったらすぐジャブ打て、そう、すぐ打つ、止まって、そう、引っかかったら打つ、そう、なってるやろ、こうやって当たれた時に自分のが遅いけど、でも、相打ちやんか、今のそうやろ、引っかかった、どうしよう、ちゃうの、ああ、怖い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 、そうやろ、まとやん、かまやん、そうやろ、動き、引っかかった、はい、一回引っかかった、まあ、それ、これも選択肢を考えて、はい、ペイント、ペイント、引っかかった、はい、一回距離取る、でもこうやって、ペイント入れる、取った優位、取っていく、取っていく、自分が2射手で取る、取る、取る、取る棒やん、全部お前棒の線って言って相手が打ってきたのに対して合わせるだけだから、誰でもできるそれをもっと、もっと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 やってたらもっといいタイミングで教えてあるから今そういうことするなお前のやってんのを考えてジャブ、打った、パーリングジャブ、パーリングした、で、フックこういうことやってんのあじゃあそんなこと教えへんジャブ打ってみこのタイミング打つこれカウンターやん特にカウンター打つ時期じゃないだから五の線じゃなくて線の線やん先先先受けて攻める受けて攻めるじゃない先先先あるそれが基本ただあと小技、はい、ジャブが全部同じとこから打ってこっから、まあ、これ基本でいいんだけど基本でだけどじゃあ下打つときは当然下やなそうこれを前も教えたけど分かりやすく打つかそれとも分かりにくく打つか、まあ、それによってこれもフェイントになるやろで意図してパンチを当てるのには例えば何歩速いパンチを打ったって同じところからだとパンパンパンって打ってもチリリズム分かるやろ、はい、それをやっぱり左動かせ動かせって言うやろ、はい、左を動かす
いろんな場所からパンチが打てるようにしてた。だから動かす。だから動かしてね。ずっと左をもっと動かす。はい、ボックス。パンチを打つんじゃない。ちょっと構え。こっからジャブを感じよ。ジャブをずっと。今みたいにここからジャブを打つと、ここからジャブを打つと、ここからジャブを打つと、ちゃう軌道が、それだけで、打ち方もちょっと意識したけど、それをする、どういうことかって言ったら、こうやったら今のビッグの場合は、動かしてんねん、パンチ動かしてんねん、動かしてんねんけど、同じ場所で、これ動かして、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 こうやって。じゃなくて、動かして、動かして、動かして、こう。動かして、動かして、動かして、こう。どっから、どっから打つか、どっから打つか、どっから打つか。そのために左動かすやろ。ただこう、左手のエクササイズするだけじゃろ。甘いところで、どこか動かしてもちゃえ。それこそ同じ。それをどこから当てるかっていうのを左動かしながら決める。それがここなのか、それとも口なのかっていうふうに開けるために動かしてる。それを、はい、構えて動かす、動かす、動かす。そう、動かす中でもっと大きく動かすと、そう。ちゃんと練習してます。そう。今ミットしてますから。ああ、そうそうそう。何で？本当にマックス。そう。首が痛いね。ああ、こういう感じ。こういうふうに左を動かす。怖がり。これで動かすのは、こっから打つのと、こっから打つのと、こっから打つのと違うよ。この距離。これで動かしてね。上下、上下、上下、上下。今も上下だけでいいやん。で、最初の練習、構えて。上下、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 上下。それを自分で意識して左を動かす。何のために左を動かしてるのっていうことを考える。それは自分がやられて見えへんかったり、なんでパンチ当たんねろっていうのを考える。端っこの方がどうしようか。ある、構えて。左にこうボディーズ、はい、ペンポン、あの、ラベルボディーズ、はい、これに対してペイント入れるから、ここがアップだったよ。ってことは、ここにペイント入れてブック打ったら当たるわけよ。こういうふうに相手を自分の思うように動かしてパンチを当てる賢いスポーツ。今のはね、アホのスポーツ。だからパンチ当てる、パンチ当てる、パンチ当てる、スピンド、スピンド、スピンド、強く、強く、アホのスポーツ。アホがやるスポーツ。賢いやる。ボクシング。賢いやつだってよ。ちゃんと動かして、動かしてから打つ。相手どこに打つ。同じ、例えばな、ラーツに出た、ブルー、同じ。ブロックしやボールになる。やみこみに打つのもあるけど、アホや。ほんなら、前も教えたけど、上に、ロック、ダン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 、ダン、上げて、ブロック、ダウンし、ダウンして、これ、バン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 、ボディやから。空いてるとこ、上に、ダン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 、ボディ。こういうふうにボクシング、そうそう。ためになっても、バンバンバン、うん、叩いたとき、何にも意味ない。そういうふうに考えてやる。じゃあ今まで教えてるのは全部意味があるから、それをちゃんと実践する。じゃあ教えたように、左ストレート。次は6回の中で。左ストレート。バー。左ストレート。バー。何のために左ストレート打つ。バー。何のために打つ。そう、プレッシャーかけるで、相手の前の右の手を前に打たせた。やって強い、強いジャンプ、強い左ストレート打ったら、打つぞ。どうやってパーリング打つの？だからそうするわな。ってことはいつもいつもジャンプ打つぞ。パーリングどうすんねん。それでいいわな。でも強い踏み込んだ左でやったら、前出すわな。じゃあこれは何のための布石やって言ったら、そうやろ。前に出んやから。そうやろ。そのために強い左。仕事せや。うん、残す。はい。バン、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 
貫け。あ、ごめん。それ、な、勇気を持って。あの日、あいうちでも見た。打たない。これが打たないと、打てへんかったら、これが、打てへんかったら、フック当たらへんと思う。前。手を前にせえへんかったら、フック当たらへんねん。みんなこうガードこうしてんねんたら、当たらへんよ。なら、強い左。バン、ツー。で、ガードここ、寝る。で、バックステップ。もう一回強い左を見せて。ああ、フック。こういうことや。だって考えろ。常に。あれ、パンチ打たれたから、うまく動けへんかったから、なんじゃない。それを意識しよう。まあ、左を持って、サインを出す。これだけ、今日教えたこと、まとめるな。甘えて。まずは1212で動かす。はい、動かして1212123。そう、これに上下で動かす。ジャブの打つ場所を特定させて、そう、上下、はい、あ、そう、上、はい、動かす、動かしながら、はい、はい、もう一つは強い左、そう、これを使う。この時に相打ち深く振る、ジャンプ、パーリング、そう、この時は膝は激しま締める、そう、スイッチ、そう、もっと踏み込む。そう。顎が。はい。そう。顎を引いて。はい。そう。頭から突っ込むイメージで踏み込む。そう。ガード。そう。ガード。そう。それ。ありがとう。あとパーリングは。こうやって。パーリングは。そう。ちゃんと。相手の肘で。支点に。パーリング。ちゃんと押さえる。そう。で、相打ち。相打ち。そう。相打ち。そう。はい、次。そう。あともう一個は、フェイントに。だったら、フェイントにかかったら、はい、次すぐアクション起こす。フェイントかかった。じゃないよ。アクセプトするか。打つか。フェイントかかったら打つか。そう。動く。うん。そう。そういうこと。それ集中大事、また、はい、はい、お願いします。